ネポ。この物語の主人公、とっても好奇心旺盛な男の子。ネポの一番の友達はラズ、大の親友なの。時には失敗もするけれど、いつも一生懸命。ネポの夢はいつか雲を飛び越えて空を飛ぶこと。リモ、明るくおしゃまなネポの妹。お兄ちゃんのことが大好き。いつもネポの真似をしているの。ちょっぴりいたずら好きなところもあるけれど、頑張り屋さん。リモの夢はマーヤのようなお料理の上手なお母さんになること。マーヤ、ネポとリモのお父さん。力持ち。パーヤの畑ではいつも美味しい野菜が取れるのよ。パーヤとマーヤはとっても仲良し。パーヤは植物の研究をしているの。マーヤ、ネポとリモのお母さん。マーヤはいつでもニコニコ明るくて元気なお母さん。野菜で作るマーヤのお料理はみんなの大好物。でもちょっぴりお裁縫が苦手。ラズー、陽気で元気いっぱいのネポの親友。いつも新しいことにチャレンジしているの。ワクワクするような面白いものを探すのが得意。ラズーの夢はプーマーのように大きくなること。パンナ、パンナは綺麗な花や歌が大好き。パンナはとっても優しいんだけど、実はしっかり者。僕とパンナはとっても仲良し。パンナはいつも僕を応援してくれるんだ。パンナが歌を歌うと花が元気になるんだよ。おてんばで元気なパンナの親友。生き物や植物に詳しいティモに憧れているんだ。おしゃれが大好きでファッションセンスが抜群。将来はデザイナーになるのが夢。ティモ、虫眼鏡を片手に生き物や植物を調べることが大好き。好きなことをしているとつい夢中になって周りが見えなくなってしまうんだよね。将来は科学者になるのが夢。トントス、自分で乗り物を作るのが得意。この足こぎ車もトントスが作ったんだ。素直になれなくて本当はみんなと仲良くしたいのに、ついいたずらや意地悪をしてしまうんだ。将来は乗り物がいっぱいの国の王様になるのが夢。ポポック、ポポックはネポスナポスの郵便屋さん。得意な自転車の早こぎでみんなに手紙を届けてくれるんだ。いつもプッチプッチパッチと一緒だよ。ちょっぴり恥ずかしがり屋さんだけど、手紙を受け取った時のみんなの喜ぶ顔が大好き。プーバー、ネポスナポス一の大きな体と力の持ち主でみんなの相談役。独特な言葉を話すから、いつも頭の上にいる相棒のピーノがみんなに訳して伝えてくれるよ。普段はおっとりしているけれど、プーバーがくしゃみをしたら大変。台風みたいな強い風が起こるよ。プーバーの頭の上にいて、みんなにはわからないプーバーの言葉を訳してみんなに話してくれるんだ。体は小さいけれど運動神経は抜群。情報を集めるのが得意。ネポスナポス中を飛び跳ねていろいろなことを調べているんだよ。でも実は雨がちょっと苦手。
イペースな空想家。採れたての野菜や草で薬草のジュースを作るのが得意。フービーはとっても物知りで、みんなにいろいろなことを教えてくれるんだ。フービーの周りにはいつもゆっくりとした風が流れているんだよ。